今日はね、千葉県にある房総半島の方にツーリングに行きたいなと思ってます。マス2で行っちゃいます。ボッツさんが黄昏れてる。向かってきた。はい、皆さんこんにちは、エスプレスライダーです。今日はね、千葉県にある房総半島の方にツーリングに行きたいなと思ってます。で、今日はね、すごいですよ。あのソロツーじゃなくてマスツーで行っちゃいます。多分エスプレスライダーチャンネル始まって以来のマスツーリングの動画になると思うので、どういう風にね、撮っていいのかちょっといまいちよくわかりませんが、すごい楽しみですね。で、今日のメンバーなんですけど、あの全員元ブロガーさんになります。なので、コラボツーリングになるのかな。人数はね、6人かな、自分も含めて6人で、今日は走りたいなと思います。メンバーの紹介は、集合場所が海ほたるになっているので、そこに着いたらね、改めてご紹介したいなと思います。今日の天気なんですけど、前日までね、降水確率が 80% とかで、ほんとね、絶望的だったんですけど、多分ね、メンバーの中にね、超絶晴れ男がいますね。はい、じゃああとは集合場所に着いたらまた撮影を再開したいなと思います。じゃあまた後で。はい、今ね、海ほたるの近くなんですけど、やっぱね、今日は天気が良くなるっていうことで、ライダーの方が結構いますね。わあ、眩しい。やっぱりね、すごいいますね。さすが3連休。あ、けどバイクはね、そうでもないかな。これからどんどん集まってくるのかな。はい、じゃあちょっと休憩しようと思います。今集合場所の海ほたるに来てます。もうね、みんな来ているので、今ね、海ほたるの観光をちょっとしてます。はい、じゃあ今日の、メンバーを紹介したいと思います。カフォルニアです。ごっちゃんが勝つよ。じゃあ行きます。今ね、海ほたるを出て、これからね、千葉フォルニアの方に行きたいなと思います。まあ定番ですよね、千葉フォルニアって。今ね、僕の後ろをトラフィックシグナルのユーマさん、いっちゃんさんで、その後ろを、グッドラックライダーさんで、その後ろを、ボッツさんで、一番最後を深夜さんに今、この6名で走ってます。なんかね、まっすぐしながらね、撮影って難しいっすよね。なんかいろいろタイミング分かんなくて、アタフタしちゃいますね。はい、もうすぐね、千葉フォルニアですね。なんだろう、なんかシュール。で、一応ね、ここら辺がね、撮影スポットなので、ここでね、ちょっと写真なんかを撮りたいなと思います。これですね、千葉フォルニア。千葉フォルニアです。あ、すごいわ。すごいですね。海綺麗ですね。
あ、本当だ。ゴミがあんまりない。うん。透き通ってる。白鳥小屋が似合うってなんとも言えない気分になりますけど。白鳥小屋が似合う。ボッツさんが黄昏れてる。もし落ちたらやばいっすよ。あ、また上がってみます。行きます。あ、釣り、あ、もう余裕っすね。足長いね。あ、いいっすよ、エンジンかけてみても。あれ、あ、こっち、あれ、こっち、こいっす、こいっす。お疲れ様でした。じゃあ僕 B ちゃん乗っていくんで。いつもね YouTube で見てる方のバイクばかりなので、こうやって実際に見れるっていうのは本当にすごいな。いやー、すごいっすね。もう皆さんのバイクです。ゆうまさんのはやぶさと、いっちゃんの CBR、 B ちゃん、おー、初めてかもしんない、こうやってちゃんと見るので、あとグッドラックライダーさんの Z1000、 まあ相変わらずかっこいいっすよね。で、あと、ポッチさんの RS、 かっちょいい。いやー、かっこいいな。で、あとは深夜さんの、ジュニアール。今日はこいつで相棒ですよ。すごいじってありますよね。キバキにパスをします。うん、かっこいい。はい、今日はねこの6名で行きたいなと思います。はい、今ね千葉フォルニアを出たので、次の目的地、道の駅穂田小学校かに向かいたいなと思います。今日はね本当に観光ツーリングっていう感じなので、本当にのんびりね、ゆっくり、天気もいいしね、のんびり行きたいなと思います。はい、もうね目の前が道の駅穂田小学校です。到着しました。すごい混んでますね。こんな混んでると思わなかった。はい、道の駅穂田小学校ですねに到着しました。めっちゃ綺麗な道の駅ですよね。もともとね小学校だったみたいで、そこを改装して道の駅にしたみたいですね。で、なんかね温泉もあって泊まれるところもあって、面白いですよね。人気スポットらしくて、道の駅に入るための渋滞がすごいできてましたね。うん、綺麗だ。あ、シンヤさん発見。向かってきた。向かってきた。胸に飛び込んでくるのかと思いました。次回の楽しみですよ。そこなんか泊まれるみたいですからね。おっと温泉入って。明日の予定って何なの、リハータルの手前で解散してもらって。みんな撮影してる。みんな撮影してます。なんか綺麗じゃなかったな、俺。俺もです。ああ、ここ行ってみたいですよね。地獄覗きでしたけど。ここ落ちたらどうします。ここからこう切れたらどうします。ポキッつって。あ、で隣が
直売所になってるんですね。ここでお土産とか買えるんですかね。はい、今ね道の駅、穂田小学校出ました。次はね、道の駅の三好村に行って、リンゴが言えてないリンゴバーガーを食べに行きたいなと思います。ちょっと心配なのが本当に今日天気が良くてライダーさんもいっぱいいるので、ね、並ばずに食べれるかなっていうのはすごい心配なんですけど、とりあえずね行ってみたいなと思います。いやーほんとね、もうすごい今日暑いですね。もう電熱インナーフル装備できちゃったんですけど全然いらないですね。いやー内陸に入ってきてちょっと気持ちよくなりましたね。海もいいけどやっぱ山も最高だな。気持ちいいな。鴨川市に入りました。はい、そろそろね、どこだっけ、あ、道の駅三好村に到着します。いや到着しました。はい、じゃあここでねご飯を食べたいなと思います。はい、今ね三好道の駅三好村の、ビンゴバーガーに到着しました。今日はねそんな並んでないっぽいですね。まあ、天気もいいんで外でねバーガーを買って外で食べようかなと思います。最高に。やばいっすね。メットの中まで入ってきちゃうんだ。僕のミスでですね、通り過ぎちゃいました。